起き、いや、パチンコ行ってたね。スロット打ってた。寝違えて、首痛い。やばいんだけど。首がやばい。スロット、いや、プラマイゼロだね。500円負けか。あんま調子よくなかったね。はい、ワドツー。はい、こんばんは。いらっしゃい。あれか、俺がスロット打ってて耳バグってるから自分の声変に聞こえんのか。そういうことか。はい、ワード2。パチンコ昨日も行ったかな。やることない時にパチンコやるかな。たまに。昨日今日で行ったかな。わかんないっす。三代さん？三代哲。三代哲。三代。あ、知ってるわ。知ってる。伝説の編集者だよね。成り上がり編集した人じゃなかったっけな。ゴーストライターでしょ。めちゃめちゃ売れてる人ね。知ってる。知らないと思ってたら知ってたわ。おお、アイテムありがとう。はい、ワード2。知ってるよ。なんか凄腕の人でしょ。角川書店じゃなかったっけ？この人、もともと。角川書店のなんか、凄腕編集者だよね。知ってますよ。
はい、こんばんは。和藤さん、営業マンの時、どのあたりの経営者とお仕事してたんですか？あんまりね、人に言うもんじゃないけど、結構すごい先輩にお仕事を教えてもらってましたね。営業マンというか、会社経営者の時ね。上場企業をバカバカ作ってた人に教えてもらってましたよ。結構すごい人、いっぱいいますね。先輩には。こんばんは、まるさん。アイテムありがとう。まあでもね、今つながってるわけじゃないんで。もしもし。もしもし。ちもしもし。ょっと質問があっどうてぞ。電話したんどうぞ。パソコンで英語書いたんですよ。はい。で、コールしてくださいってから電話したんですよ。はそしたら、なんか、文字打ってくださいって。い、文字打ったんですよ。はいはいはい、それってどうなりますかね。どうなるんですかね。文字打ったんじゃないですか。文字打ってから。テレビの音ちょっと切ってもらってもいいですか？文字打ったんですよ。はいはいはい。じゃあ文字が表示されたんでしょうね。どうなるんですかね。いや、表示されるんじゃないですか？いや、表示されるとかいうより、向こうに、文字を言われて、ごめんなさい、何言ってるか全然わかんないですね。向こうに文字を言われて、はい。それを打ったんですよ。ごめんなさい、何言ってるか全然わかんないです。要するに、はい。コンピューターウイルス？コンピューターウイルスに侵されて、それを、なんか向こうはしようと思って、録画？文字を打たされて、文字を打たされたんですかね。何を言ってたの？パソコン開いたら文字が出てきたの？はい。で、なんて書いてあったの？コールしてくださいって。あ、電話してくださいって書いてあったの？はい。それウイルスないの？はい、ウイルス。ウイルスにメール返してどうすんの？いけんなんですかね。え？
けなんですかね。げん何？いけないんですかね。いけないって、いや別に、いや、それを俺に聞いてどうすんのよ。いや、それ、どういうふうに解決すればいいかはちょっとわからない。解決ってなんか問題あったんすか？何が問題があったんですか？文字表示させとけばいいじゃないですか。もしもし？何勝手に切ってんだよ。もしもすいし？ません。なんで切ったの？ちょっと電話が入ってきて。いえいえ、通話中だから、かけてきたのはあなただし。電話が入ってきてからちょっと切れたんです。何が実害があるの？文字が。文字に何て書いてあったの？連絡してください。何の件で連絡してこいって言ってんの？それ以上平関係電話したんですよ。電話をしたの？そしたら、なんとか操作ってあるでしょ。なんとか相談。遠隔操作。遠隔操作？遠隔操作するから文字打ってくださいって言われた。文字打ったんですよ。それパソコン乗っ取られてんじゃないの？遠隔操作って。乗っ取られたんじゃないですかね。パソコン乗っ取られてると思うよ。乗っ取られたらどうなるんです。乗っ取られたらもう銀行のパスワードとか全部盗まれる。そうなんですか。盗むことができるんです。できるでしょ。だって遠隔操作ってことは向こうにあなたのパソコンの表示されてるの全部見えるんだから。パソコン好き勝手いじれるの、あなたの。どうすればいいですかね。どうしたらいい？どうしたいの？どうした方いがや、いいっていうか、どうしたいのか分かんない。なんもないようにしたいんですけど。もう遅いっしょ。もう遅いです。もう遅いっしょ。乗っ取られたら何でわかるんです。対象番号とか。だって遠隔操作のツール向こうにやったんでしょ？遠隔操作の文字打ったんでしょ？だって相手見放題じゃん、あなたのパソコン。でもパスワードとかわかりませんよね。わかるよ。わかるんです。何わかるんです。なんでお説明、なんで俺があなたに説明しないといけないすいません。の？わかるもんはわかるんだよ。そうなんですか。もう遅い。パソコン捨てれば。捨てればいいんですかね。パソコン捨てて、新しいの買えば。そうですかね。クレジットカードの番号とかもわかるんです。クレジットカード、だからそこのパソコンのログに入ってたらわかるよ。あ、そうですか。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。暇だな、こいつ。はい、みんないらっしゃい。すいません、突かかってきてました。案件っつうか、こういう引っかかるバカがいないから詐欺がなくならないんだよな。なんでポップアップにさ、文字で連絡くださいって書いてあったら連絡しちゃうのか分かんねえわ。マイヘイさん、アイテムありがとう。友達じゃない、リスナー。
今日何歌いますか？俺はオリジナルソングしか歌わないよ。オリジナルソングしか歌わない。リスナー友達じゃないよ。やめて。リスナー友達だと思ってないよ。なんで勝手にリスナーが友達になってんの？会ったこともない人友達なわけないでしょ。やめてよ。そういうの嫌いだから。今日何する？俺のなりすまし？そんなんいないでしょ。日当たり、いや花火一発でオリジナルソング1曲プレゼントだ、アンサーソングでも何度もありますよ。テーマ、花火一発につきテーマをくれれば1曲歌います。あ、人の曲は歌わない。俺人の曲は歌わない。もうオリジナルしかやってない。花火で彼女に追悼ソングでもいけますか？いけるよ。うん。はい、こんばんは。はい、ほいらっしゃい。サムネが俺だったの。通報していいよ。偽物でしょ。そろそろいい加減変えないな。サビサビなんだけど。いや、タイガーマスク方式はよくわかんないけど。彼女は舞です。突然亡くなったのでお願いします。舞ちゃんに歌う、歌えばいいの。はい、180センチ、ジーパンをよく履いてたね。体重は85キロ。マイが死んだ。ありがとう。
金になる？金になるって何？ナスさんへのリプ？ただいま帰ってきたわ俺今。うん。戻ってきたわ。ガチだったんでってあなたさ、あの人に歌頼んでおいてもう二度と来ねえとか失礼すぎるだろ。あのさ、追悼の歌歌えっつったんだから歌ったんだよ。俺、マイとか知らねえから。うん、知らねえやつの歌なんか歌えるわけねえだろ、バカが。おめえが無茶ぶりしたんだろ。二度と来んな。バカすぎるだろ。失礼だよ。人の歌聞いてもう二度と来ないとか。来んな。バカすぎるだろ。知るもしねえ女の歌なんか歌えるわけねえだろ。考えろよ。死んだっつってんのか、死んだって歌ってやったんだろ。感謝しろ、ボケ。しょうもねえ。メンヘラビッチの歌歌えるよ。あ、何でも歌えるよ。いや、そうだろ。花火投げさせてじゃねえよ。歌ってくれて花火投げたらアンサーソング歌うっつって無茶振りしたの向こうだろ。知らねえよ。会ったこともねえやつが死んだって俺悲しくもなんともねえだろ。普通だろ、うん、はい、こんばんは。メンヘラビッチの捧ぐ歌ね、はい、うん、じゃあメンヘラビッチの歌。私は狂ってなんかない、世間が狂ってる。私はメンヘラなんかじゃない、世間の方がメンヘラなんだわ。メンヘラ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 、私にお願い、かまってちょうだい。ありがとう。はい、お疲れ。風船ありがとう。
泣けた？よかった。いやだから前から言ってたじゃん、俺はそのミュージシャン、本物のミュージシャンになりたくて、ミュージシャンとしての活動もやりたくて、でギターのその生放送でトークをしながら、じゃあ一曲いきますみたいな感じの配信者になりたいって前から言ってて、でカバーやってたんだけど、カバーはそのギターの練習でやってたのね。で3ヶ月ぐらい経ったから、もうまあそろそろだいたいギターとフィーリングが合ってきたから、じゃあもうオリジナルで全部行くわっつって、じゃあ花火もらったらなんかまあ一曲歌うわっつって、ありがとう。だからまあ花火一発と、まあなんかこういうテーマで弾いてみてって言われたらまあ弾くわっつって。 iPhone は買い替えないかな、もう SE が最高傑作かな。 iPhone は SE が一番好きだね。ギターとフィーリングっていうか、まあコード進行が大体こんな感じでやればこういう曲ができるなっていうのが大体分かってきたから、だからもうオリジナルでいいやと思って、即興で歌う歌うスタイルでやっていこうと思って、3年後はフジロック出ようと思ってる。花火ないと基本、いや花火のお礼として歌おうかなと思って、花火のお礼で一曲、別に歌いらないからっていう人は別に普通に花火投げてくれれば、一曲弾いてって言われたら弾くっていう、そういうスタイルだね。世界で一個しかない歌だから。さっきのメンヘラは Am E G Am かな、 Am E Em か Am E Em G Am かな。はい、若津二度と歌えないね。だからこの前リプライの歌っていうのがあったんだけど、リプライの歌はめちゃめちゃ評判良かったね。だ一点物だね。世界で一瞬しか聴けない曲。アンカーのバッテリーでかいのあれどう？いい感じ。もう俺はまあ重すぎるからあれだけど。吉井和也に会いたいの歌。ああ。吉井和也に会いたい。
憧れの憧れの「あの人は今何をしてる」「憧れの憧れの」あの人、ショートケーキみたい。吉井和也に会いたいな、会えないな、会いたいな、会えないな、会いたくて会いたくて会いたくて。いや、吉井和也のあのジャムの君に会いたくてをちょっと入れてみたけどね、うん、君に会いたくてを多分ロビーには届いてみて届いてると思う、うん、やべえってイエローモンキー入ってたわっつって、うん、ちょっとアンニュイな感じで終わらせたけどね。はい、どうも。やっぱそういうね、憧れのアーティストだろうから、ちょっとね、オマージュしてみた部分はあるけど。うん、新しい日本の国歌とかいけますか？逆に俺国歌歌ってもいいよ。逆に君が代を歌うっていうね。新しい国歌？新しい国歌ね。なんかそのなんつうんだろう、面白いのが聞きたいとかそういうなんか悪ノリはやめてほしいかな。なんかその無茶ぶりっつうか、なんかこういう歌マジで聞いてんだけどみたいな、和道だったらこれどう歌うみたいな感じで聞いてみたもらいたいっつうか。別に国歌とか俺興味ないし。バカありがとう。フジロックいけるっつうか、まあミュージシャンとしていけるなっていう感覚はあるよ、うん、これ3年続けたらマジでレーベル来るなって。そうそうそう、冷やかしはいいやっていう、うん、シンガーソングライターをバカにしないでほしい。ちょっと真面目にやってるからねっていう。好きなもの全然いけるよ。好きなものっつうかな、まあテーマをポンって投げてくれた方がやりやすいかな。ありがとう。じゃあ一曲歌います。憧れた憧れた
君はもう君はもう中学3年生いや2年生だったかも、はんはん中学3年生いや2年生だったかも、2年生かもしれない、ああ中学3年生2年生だったかも、ああ中学3年生俺は本当は1年生。ありがとう。はい、ワード2、姉ちゃんいらっしゃい。アンニュイっつうか、まあその世界観は好きに評論してくれていいっつうか、音楽を、俺の曲を俺が語るのは滑稽だから。あ、休憩了解です。俺の曲を俺が語るもんじゃなくて、俺は届ける側の人間だから、まあ好きに受け取ってくれていいよ。いや、来年はまだ早いかな。もう3年ぐらい続けないと、やっぱり。3年続けたらまあ見えてくるかな。何事も3年やったらね、それなりになりますから。はい、若津。最近映画は見てないけど、新しい漫画は買ったな。うん、漫画は買ったけど、映画見てないっすね、最近。なんか面白いのやってる？京都大作戦あんだ。東北大作戦は知ってるけど、京都大作戦は知らないわ。そんなんあんだ。音楽っていうか、全部生きることも含めて全部俺は才能だと思ってるから。そう、生きてることにセンスのないやつとか結構いるからね。全部才能だよ、この世に生まれてからは。全部才能。しなきゃ伸びないっつうか、努力なんか俺は当たり前だと思ってて、何事もそうだけど、努力なんて当たり前なんだよね、生きてく上で。努力してない人間もいないし、だから努力なんて意味ないよ。努力語っても、努力しないと才能なんか目出ないんだから。持ってるスペックでしょ。努力は当たり前。努力を語ることに意味がない。
俺努力って言葉があんま好きじゃない。熱が痛首痛えな、首がまずいって。首が痛えわ。魂の叫びをリクエストしようかな。魂の叫び、何魂の叫びって。うん、いいよ、魂の叫びで一曲ね。アンチに尻さらせよ曲、具体的だな。アンチに死にさらせ、よくわかんねえな。アンチに対して歌えばいいの、アンチの歌か。アンチね。暇か、暇なのかい、やることがないのかい、暇なのか、暇なのか、暇なのか、アンチ。君は、君たちはコメント職人、日本の未来を守るため、ああ、コメントで人をぶっ殺す、ああ、コメントで人をぶっ殺す。
ありがとう。ちょっとオアシス入ってたね。バーガーありがとう。当たり前だろ、シンガーソングライターなんだから。あんまりデリケートな歌はダメだよな、さすがに。逆に俺デリケートな部分しか触れない部分あるけどね。テレビじゃ歌えませんみたいな歌歌ってるっていう感じはあるよ。ああこれはロックだわみたいな、テレビには出せないけど本物だわみたいな、そういう部分はある。曲っていうかもう何曲でもいいよ、何曲でもいいよ、一曲っつうか、まあひたすら。 ありがとう姉ちゃん。僕は赤ちゃんお願いします。了解、僕は赤ちゃんからいきます。俺の
俺のライバルは赤ちゃん、ギャンギャン泣くぜ俺のライバル、俺のライバル、俺のライバルは赤ちゃん。 My name is Red、 真っ赤かだぜ、おしめを変えてくれよ俺は赤ちゃん。ああ、お腹が空いたよ、ああ、ああ、お腹が空いたよ、ご飯を食べさせて、ああ、うんこ漏らしたよ、おしめを変えてくれ。真っ赤っか、俺は真っ赤っか、ああ、ライバルは赤ちゃん、何にもできない赤ちゃん、今日も寝てる、何にもできない赤ちゃん、今日もすやすや寝てるぜ。お腹が空いた時、お腹が空いた時、優しく抱きしめて、欲しくなんかない。お腹が空いた時はご飯を食べさせて、俺の赤ちゃん、俺の赤ちゃん。 My name is 赤ちゃん、真っ赤っかな赤ちゃん。ありがとう。いや、お母さん目線になったり赤ちゃん目線になったりするから深いよ。お母さんの目線と赤ちゃんの目線入れ替わってるからね、うんうん、ありがとう。あ、風船ありがとう。この歌は自身の赤髪の赤も通じてると聞いたら、え？聞いたことがある。赤にも通じてる。いや、俺から出てくるものが全部俺から、俺の中に内包してるものを表現してるだけだから。和道らしいっていう、今日も和道らしいねってなるよ。マイネームイズ赤ちゃんだから、世界中のベイビーに捧げる曲だから、うんうん、あ、歌に意味はないよ。歌に意味はない。感じてほしい、考えないでほしい。
感じてほしい。歌に意味なんかないから。ありがとうございます。風船ありがとデリケートなやつも全然だから俺は断らないから、俺は断らないね。ワード歌聞かせてくれっつったら歌うよ。それが歌手でしょ本来の。俺は本物だから。ロックの歴史変えるからね。あ、オッケー、わかった。歌って何か教えてあげる。もう本当に。商業音楽とかいらない。本人らしさを出していくからね。オレオレ詐欺のテーマね。オッケー。名曲だぜ。トークも普通にするよ。昔は何にもなかった。作って行こう。お金も食べ物も洋服もない。やることがいっぱいあるさ。なぜか幸せなんだ。未来には希望だから、明日がある。いつの間にかこんなに豊かになったね。何でも買える、物もお金も溢れてる。あーババー、あーババー、あーババ。年金たっぷり、タンスには入ってるお金。孫にうまいもの買わすぜ。それ以外生きがいがない。あーパー
パパ天気楽しいパパパパ日本の経済はババアで止まってなんかない日本の経済はあーババー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 あちょっと UK 入ってたな、うんうん、ありがとうハートありがとう。俺もちょっと怖かったね、うん、俺もちょっと怖かった。才能が怖かったね今、うんババアってどういうこと？歌に意味があると思ってんの？歌に意味なんかないよ、うんうん、歌に意味なんかないよ。売れ線にはならないですね、売れたいっていう気持ちで一つもないんで、はい、本物を見せたいだけですね。ただの表現なんで。そこに愛はあるのか、感じ取れなかったのかな、俺の愛。オレオレ詐欺っていうパワーワードを使わずに、あーババアだけで全て表現したんだよ。あーババアの中に全て込めたんだよ。すごくね？オレオレ詐欺っていうパワーワードを使わないで、あーババアの中に全部込めたから。うん。あえて隠すスタイルね。あれってどういう意味なんだろうっていう曲の方が、いい曲だよ、うん、解釈は無限大ださ。カバーは良かった。カバー曲はあんまやんないですね。もうオリジナルでいきたいですね、うん、カバーにはあんまり関心がない。人の曲は歌いたくない。あんまり自分の曲を出していきたい。テレビには歌手としては出ないかな。テレビには歌手としてはちょっとお断りするかな。フェスは出るけどテレビにはあんまり出ないでいこうと思ってる、うん、そう本物、そうカバーするよりカバーされたいからね。アンサーソングはバンバン歌っていきますよ、うん、アンサーソングは歌っていきますよ。カバーいやだからカバーは人の曲だからな、うん、違うトーンの曲っていうか俺のトーンしかないよ。俺の曲だから、俺の曲は俺の曲だから和道テイストになっちゃうよどうしても。だ今首寝違えて首あんま動かねえから
そこが痛いところだよね。山口百恵のいい日旅立ちなんか好きなんだけど、アンサーソングできる？いい日旅立ちのアンサーソングできるよ。できるよ。全然できるよ。いや、一曲全然いいっすよ。アンサーソングね。はいはーい。フォローありがとう。あ、くっ、痛えな、マジで。新宿のルノワールはいつも怪しいビジネスの話が多い。怪しいビジネスって何？ネットワークビジネスとか？情報商材の販売とかネットワークビジネス。
怪しいか。別に怪しいと思わないけど。俺はネットワークビジネスでだいぶお世話になってたからな。すげえいい仕事だと思ってるけど。情報商材はやったことないけど、ネットワークビジネスはすげえいい仕事だと思ってますね。人生楽しければプライスレス。そうだね、うん、本来金なんて頭のいいやつが作ったシステムなんだからさ、金で幸せになれると思ってねえわ俺。ブラックかグレー、いや全然ホワイトだよ。ネットワークビジネスはうまい。ラーメン屋はね、辰野屋がおすすめかな。辰野屋ネズミ講ではないんだけど、めちゃめちゃ儲かったかな、うん、またね、いつかやりたいなと思ってるけど。ネットワークビジネスは何のネットワーク。サプリメントですね。僕はサプリメントと美容系ですね、うん、すげえ儲かったよ。いいね筋トレ。筋トレ3週間ぐらい続けると体変わるぜマジで。アムウェイとニュースキン、いや有名どころはやんない俺。ノニもやんない。タヒチ&ノニも有名どころは手出さなかった。進行形のやつやってたね。2日目がきつい筋トレ。新しいやつってことね。ああまあ筋肉痛の後でも筋肉痛取れるじゃん、筋肉、あの筋トレやると。アムウェイ、ニュースキン、モナビーとかニューウェイズとかその辺はやんなかったね。腕立て50きついよね。腕立て50はきついわ。仲間の結束力強いですか。あ、まあまあ強い方じゃない、普通のビジネスに比べて強い方だと思うよ。筋肉痛にならなかったら筋トレになる意味、筋トレの意味がないから。筋肉痛にするために筋トレやってんだよ。だから成果が出るんだ。自重トレーニングでやってんだ。出たて。リゾネットは、トップから勧誘受けてた。リゾネットは。あれ、保険のやつだよね。保険じゃない。旅行だっけ、リゾネット。リゾネットはトップの人が知り合いで。ずっと勧誘受けてたよ。やろうよって。やんなかったけどね、断ったけど。あ、旅行だよね確か、リゾネットって。ここ5、6年じゃないの。アザース、山口百恵のアンサーソング歌います。夜にやった方が効果あんのかな。あ、世界中のどこかに私を待ってる人は一人もいない。ああ待ってる
人がいるのは山口百恵あなた一人だけ。あなたが有名だから待ってる人はいっぱいいるけど、私たち庶民は待ってる人はあんまりいない。ありがとうございます。旅行だよね、うん、旅行の代理店だよね。バブルスターやってた。バブルスターわかんないな、うん、謎の女いらっしゃい。ネットワークビジネスはなんか、なんかよくわかんないかな。なんで叩かれてんのかよくわかんない。やってみたらめちゃめちゃ面白かったけど。あ、お風呂で使うやつがあるんだ。へえ。これはネットワークビジネス大好きですね。よかったっすね。またいつかやりたい。3連休の日中、あ、3連休、月曜日も3連休なの？え、月曜日も3連休なんですか？マジで？月曜日は何の日なの？月曜日何の日なんだ？フォローありがとうございます。月曜日何の日だろう？全然曜日感覚ねえわ。俺も無職で無職で花火投げてるってすげえなすげえな。無職なんだ。無職で花火投げまくるってすげえな。めちゃくちゃだよな本当に。不労所得かな。うらやましいぜ。
ユラと関わるとストーカーで訴えました。ユラと関わるとストーカーで訴えました。何の話？ユラと関わるとストーカーで訴えましたの意味が分かんない。ストーカーで訴えられた？ストーカーはダメでしょ。ストーカーはダメだよね。金使いすぎだな。お金を貸して電話かけたらストーカー扱いされた。へえ。そんなことありえる？金貸しただけでストーカー扱いされたってこと？いくら貸したの？俺クレジットカード持ってるよ。クレジットカード持ってる持ってる。50万も貸したの？なんで貸したの？50万貸す。
のんちゃん、今日のご飯どうする？え？いや、朝飯は食ったけど、寝るときとか。どうする？考えてなかった。え？もう寝る？マジか。何しようかな。じゃあ俺普通にどっかで食べていいの？はーい。はいはい。生活費、家賃、お金を貸した、裏切られました。まあ50万って大金だからね。それ本当なの？出ないね。後で電話してみるわ、俺。ユラってほら、なんだっけ、荒野の彼女でしょ。ダンベルか、いいね。おお、結構やるね。雨まだ降ってた、のんちゃん。降ってなかった？悟空は超えらんないだろう。でもいいよね、体鍛えてる人は好きだよ、俺。かっこいいよ。かっこいい。3ヶ月やったらもう体は確実に変わるよね。確実に変わる。いや、応援してます。頑張ってください。だるいね。
はい、ワード2。いらっしゃい、楽しんでて。ワード2。台風えぐかった気でしょ。これから来んのかな、こっち側に。はい、こんばんは、いらっしゃい。やりたいな。雨すごい。敬老の日だったんだ、今日。明日か、月曜日か。敬老の日が、ネタにならないかな。最近音楽で聴いてる曲なんかありますか？音楽聴かなくなったね。音楽も映画も見なくなったね。30超えると新しいものに手が出なくなるって言われてんの、年齢的に。で、俺32でね、30超えるとやっぱ新しいものよりも古いものがいいなって感じるようになってきちゃってるから、よくないよね。昔のものがいいなって。古典ばっかり見てますね。
ミニゴキブリだったらいいじゃん。でかいゴキブリ怖いよね。俺ミニゴキブリだったら全然平気だわ。なんだろうね、ゴキブリに対する嫌悪感はどっから来るんだろうな、うん、どっから来るんだろう。ありがとう。雲ってなんか逃がした方がいいって聞く。雲は何なんだろうね。ヘッドホンいただきものでリスナーさんからのプレゼントで、いくらぐらいなの？2万ぐらいかな。これ結構高いやつですね。いいやつですよ。おい高山和田通いらっしゃい。結構高いやつですね。オーディオテクニカだね、うん、オーディオテクニカっていうメーカーね。何歳まで生きたいですか？いや、選べないもんだと思ってますね、僕は。何歳まで生きるっていうのじゃなくて、今日最後の日だと思ってます。何歳まで生きたいってやって選べるもんじゃないっていうのが俺の考え方かな。事故にあったら一発で死ぬからね。ミサイル飛んできたりとか。
それは俺が決めることじゃないよね。神様が決めることだよね。そう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 。だからもう今しか考えないっていう生き方を習慣化させてるっていうか。敬老の日になったんだ、おめでとうございます。窓さんにとって配信とは電話みたいなもんかな。ツールだね、ツール。電話とか電卓とかと一緒。セイランいらっしゃい、おはよう。幽霊は信じてないけど宇宙人は確実にいると思ってますね。いや幽霊ちゃん、俺から金借りないよ。俺別に繋がってないもん、そんなに。アメスピに変えたら美味しいでしょ。アメスピ美味しいでしょ。タバコ本来の味がするよね。宇宙人、アメリカにいるっていうよりもこの宇宙に絶対存在するっていう。まず地球人がいる時点で宇宙人はいるのよ。で、地球外生命体のことだと思うんだよね、多分。そのハンターさん、半額ハンターさんが言いたいのって、地球人も含めたら宇宙人いるから。ありがとう。あ、ありがとう。アイテム少なくないよ、全然。0と1は違うからね。その位置が俺の糧になるんだよ。欲デリって何？緑デリ城。幽霊はやらせっていうか、宗教的に俺はあんまり信じがたいかなっていう。昔の人がそう考えるのは、それはそうだと思うんですよ。昔の、その科学がなかった頃だったら、幽霊っているよねっていう話だったら信じやすかったかもしれないけど、もう科学的に絶対ありえないからね。これは幽霊はいないと思ってるね。まあ幽霊の定義にもよるんだろうけど、僕は幽霊は信じてないっす。エンデリ城ってなんだろう。エンデリってなんだろう。でもあんまり人の個人情報ここで書かない方がいいっすよ。和道さんの歌が聞きたいですが、いいお題が浮かびません。配信者あたりでなんとかなりますか。配信者、いや、いや適当に歌うよ。なんかお題なくてもいいよ。適当に思ったことを歌うよ。全然全然全然歌いますよ。 CG とかあるからっつうか、そのなんだろう、死んだ後にその物質を持たない記
記憶媒体みたいなことでしょ、データベースみたいなものがあるかってことでしょ。俺はないっていう。でそれがこの世に漂ってるってことでしょ。霊魂の存在は信じてないですね僕は。宇宙人証明できたら100万やるよ。多分あんたが生きてるうちは無理だな。証明？証明ってどういうこと？連れてこいってこと？いや宇宙人はいるんだけど、距離的に不可能だと思ってるね。すれ違う、文明と文明がすれ違うのが確率的に不可能だと思ってる。いや確率で言ったら、冷静に考えたら俺はいるっていう方が普通な考えだと思ってる。地球上にある砂粒の数よりはるかに星の数の方が多いわけだから、いないって考える方がおかしい。まあ確率はね、うん、だしさっきも言ったんだけど、宇宙人っていうのは地球人も含めてるから、地球外生命体のことでしょ。宇宙人はいるんだよ、地球人がいるわけだから。だから地球外知的生命体のことでしょ、うん、そうそうそう。俺も地球しか知的生命体がいないって考える方がなんか変な人の発想に聞こえるの、うん、宇宙人がね現れるのもそれもまた確率的に難しいんだよね。距離が離れすぎてんの。だからその文明の末期に誕生するものだから、文明とか星の末期か、成熟した星の末期に誕生するもんだから、だから実はその知的生命体が生まれる確率っていうか、宇宙時間、星の時間からすると星の末期にできるって言われてんの。だから一瞬なのね、星の時間からすると。だからすれ違わない、距離が遠すぎる。セーラー服と機関銃でなんとか今の話終わった後でいい。セーラー服と機関銃セーラー服と機関銃見たことねえかんな。セーラー服と機関銃ね。南の陽光、プリティプリティベイベー、南の陽光、今でも可愛いぜ。マジな話をすると、南の陽光大好き。セーラー服と機関銃は見たことない。なんのが大好き。パッチリお目目のあーパワー、あーパワー、あーパワー。スケバンデカか。はい、終わり。うん、言われたコメントで。だ俺知らない、世代じゃないもん。薬師丸ひろ子スケバンデカか。すいません。はい、だ知らないものを歌えって言ったらこうなるんでしょ。うん、知らないものを歌ったらこうなっちゃうから。世界の国からって何？こんにちは世界の国からが分かんない。
大阪万博か。はい、いらっしゃい、キリノズさん。しょうがないですねっつって、ありがとうね。君が代オリジナル、君が代オリジナルで聞きたいと思ったことは一回もないかも。はね、AG03 っていうヤマハのメーカーのやつですね。筋トレお疲れ。筋トレお疲れ。いいじゃん、健康的じゃん。なんで俺と戦いたいの？俺あなたのこと誰か知らないから、俺は戦いたくないかな。プロテイン高いからな、買いたくない。プロテインうまいよね。プロテインうまいか？まずいだろう。まあ、最近のは美味しくなってんのか。タータン自動ポルノハメ撮りで逮捕か。タータンって誰？バナナがうまいんだ。プロテインはちゃんと定期的に取った方がいいでしょ。効果が全然違うから。筋トレはだって筋トレだけやっても意味ないんだよね。食事と休憩と筋トレの3つのバランスだって言ってるもんね。ただひたすらやってもダメなんだよね。ね、俺はあれヨーグルトだってな、あのダイエットプロテインよく飲んでたね。ザバスか、ザバスって言うんだ。ココアうまいんだ。早いよね。ご飯何食おうかな。おお、大花ちゃんこんばんは。この前なんか閲覧多かったね。パチスロ配信、パチンコ配信か。なんか最近閲覧増えてるよね。
クラシックなパチンコやってたんだよ。てつさんこんばんは。バカありがとうございます。ありがとう。いやいやいや、続けていったら増えますよ、閲覧。閲覧あんまり、気にしなくていいと思いますよ。大花火一発いただいてますね。他の人の枠も結構見に行くの。俺はほとんど見ない。放送本当に見ない。マジでびっくりするぐらい見ないよ。多分、配信者の中で一番見ない配信者だと思うのよ。ていうか見れないね。面白くない。放送が。俺はほら、放送やってる時に、今自分が何位なのかとかチェックするためにトップページを開いてるんですよ。それで、なんつうんだろうな。この人こういう枠やってるって知ってるだけなのね。だからプライベートで見ないっす、僕は。ほとんどテレビの、好きだったテレビの昔のやつとかラジオを聞いてるかな。YouTube で。昔のテレビ面白いわーと思って。やっぱ話を聞くんだったらプロの人の方が好きだな。配信を見ないかな。なんか面白い配信って3人、石野とうなちゃんまんとドレさんだけだったんだけど、もうドレさんも最近面白くないね。全然面白くない。で、石野は今バンでしょ？で、うなちゃんマンにはブロックされてるでしょ？だからもう配信自体全く見ないのよ。なんか面白い配信者出ないかな。アンチが湧かないと何か寂しい。あ、そう？なんかそういう人いるよね。アンチがいないとなんか放送面白くない。ユーチューバーってなんか今やばくない？やばくないでしょ、別に。何がやばいの？何がやばいのかがわかんない。何がやばいんだろうな。なんかやばいの。増えすぎて。ああ、そういうことか。いや、まあまあ、配信者も結構多いよ。いや、ヒカルのことじゃないらしい。ほら、あの人優秀だと思うけどな、ヒカル。ジョーブログの方がいいよね。なんか、ジョーブログ好きだわ。YouTuber っていうかね、動画投稿系男子って呼ばれてたね。動画投稿系男子。広告がついてからだね。ここ最近だよ、YouTuber なんか。できたのは。俺も YouTube やってるよ。YouTuber ね、投げ銭が7割だからね。ジョーブログ面白いよね。ジョーブログは面白い。なんかいいよね。明るくて。明るい人が好きだな。なんか人のことハッピーにするような人が。
会話？会話か。チャットルーム。YouTube ライブ毎日やろうかなと思ってるけど、最近ね、配信を実はもう1日2時間とかなんですよ。長くて4時間しかやってなくて、配信やるのがね、ちょっとだるくなってきてるっていうのはあるね。毎日8時間とかやってたんだけど、配信やりてえって思わないとパチンコ屋行っちゃってますね。なんか配信に対する、こう、あ、楽しいみたいなのがだんだん薄くなってきちゃってる。YouTube は何日くらい来ます？何日くらい来ますが、ごめん、わかんねえわ。何人ぐらい？多い時でまあ200人とかで、少ない時でまあ30人ぐらいかな。で、今チャンネルのアクセス見てみようか。動画のトータルアクセス、どれくらいだろう。あ、肩の力だいぶ抜けましたね。だいぶ抜けましたね。1、10、100、1000万、10万だから76万再生か。76万再生。おいっすー。あんまり多くないな。100万再生超えるの楽しみだね。しりとりやんない。4つ目の収入いくらぐらいだろう。3万とかだけど、だいぶ減ってきたかな。月3万とかだったけど減ってきたね。しりとりはいいわ。寝る？ゆっくり休んで。俺も寝ようかな。
最近？どう？最近退屈だな。退屈だね。退屈。なんか面白いことねえかなって感じだね。アイテムありがとう。あんまり面白くないかな。退屈ですね。乗ってないね。今日はリスワン取りに行く？ああ、気分じゃねえかな。リスワンね。明日パチや。おお、行っといで。万枚出したいよね。人生で一番出たのパチンコなんだけど、6万発かな。ぶっ壊れてるぐらい出たね。 6万発が一番出たかもしれない。6万ちょい、4円、6、4、24、26万ぐらいだったね。26万って何万発？ 6 万ちょいだね。6万2000発ぐらいかな。違うな、6万5000ぐらい出たのか。テイガしか打たない。ゴスロの置き時。スロット打ってるよ。パチンコじゃなくて、北斗の拳の新しいやつを2日打ったかな。3日？ 2 日だよな。2日打ったね。今日は500円負け。アラジンで100万枚出してるの見たことある。あ、すごかったよね、昔ね。はい、また来てね。今度の帰省でパチンコ業界。いや、パチンコ屋で働いてた時に言ってたけど、スロットとパチンコを順繰り規制するだけなんだって、あれ。出来レースなんだって。だから、パチンコを規制したらスロットが、なんか新しいこと始めて、で、スロットを規制したらパチンコに行って、うまくやってるらしいよ。だから、パチンコ、スロットを2年に1回か何回かやるんだって。その規制。そういう風にできてるんだって。でも、パチンコせっかく面白くなったのにね。なんか、爆裂期ばっかりじゃん、今。だって、北斗の拳なんか、5回連チャンするだけでね、1万発出るからね。
あれは面白いよね、北斗の拳は。なんかずーっと出るやつね、各編入ると。いやー、そういうのはないと思う。パチンコは設定ないでしょ。天井もないでしょ。あ、新しく出んの？設定は出たらパチンコじゃないと思うけどな。ごめん、俺あなた嫌いなんだよね。嫌いな人と挨拶はできないわ。つくんだ。昔あったよね、なんかちょっとだけ設定があるパチンコ。流行んなかったけど。だって釘で読むから面白いんでしょ。俺はあんまり好きじゃねえわ。悪いな。ごめんね。なんか、ごめんね。俺はあんまりあなたのこと好きじゃねえわ。申し訳ない。跳ね物楽しい。出ないけど。跳ね物やったことないね。アニメので良さそう。パチンコ？アニメので。わかんないな、アニメのでは。パチンコアニメで？北斗の拳か必殺仕事人しか打たないな、俺。パチンコは。まあまあ、パチンコ北斗じゃない？多分定番は。パチはなくなりはしないと思うよ。むしろその、なんだろう、なんて言ったらいいんだろうな。パチンコ屋がカジノやるんじゃないの、多分。まあ月1回か2回っつうか暇つぶしだよね。俺パチンコで儲けたいとか食いたいと思わないで、あそこは消費する場所だと思ってる。憂さ晴らしをしに行くところだと思ってる。ジャグラー俺嫌いなんだよな。え？なんか今ドンってなった？頭ぶつけた？大丈夫？どこに頭ぶつけたの？後ろに？大丈夫？ 寝ぼけてた？壁ドンかと思った。景品にアニメグッズとか、あるところはあるけど、あんま変わってないっすよ。景品にアニメグッズあんま見ないかな。あるところはあるよね。グッズを取らないんですよ。みんな金に変えてる。パチンコ、あ、ガロとかもあんのか。花のケージとか、花のケージは最近のやつあんま人気ないよね。アンパンマングッズが多いんだ。
引退復活ではないかな。引退復活。引退復活ね。アニオタなんだ。ああ、罪滅ぼしのお土産用なんだ、あれ。パチンコや電気代の無駄って石原が言ってた。あ、まあ正解だよね。あと自動販売機にも噛みついてたよね。いらねえこんなもんっつって、スーパーで買って家で冷やせって怒ってたよ。あの人も面白い人ではない、石原さんもな。お土産ね。政治ってあんまパチンコの話しないな。なんで？献金をもらってるから。政治家のバックにいるから。だからスポンサーね、簡単に言ったら。芸能界とかもそうでしょ。いやマジですよ。フォローありがとう。北の話は本当って何？北の話？北の話って何だろう？わかんないです、ナッカンさん。ノックアウトモンキーはわかんないです。おい、マキロワード2、お疲れ。警視庁長官だっけ、監禁の事実を存じませんって国会で言いやがったの。まあそうなのかな。まあ建前上絶対そうなるでしょ。うん、あと警察のほら天下り先がパチンコ屋だから、うん、だから警察の縄張りじゃん、あれズブズブじゃん。大体三点方式が OK だったらさ、何でもできちゃうかんね。あ、北朝鮮とパチンコ業界の関係は本当っすよ。はい、あのパチンコ屋で働くと分かるけど、7割の経営者、なんか会社のほら企業パンフレットとか分かるじゃん。なんかパチンコ屋の7割が日本国籍じゃないからね。うん、日本人の経営者なんて3割ぐらいだよ。まあだってね、売春だってやってるわけだし。日本は建前とか好きだからな。まあ全然法律として機能してないよね。おはよう、ヒトラー。警官天下りってどんな仕事してんの？管理職じゃないの？わかんないけど。パチンコの経営者ももう3代目とかそんなになってるから完全に日本人だったり。ああ、まあまあそうだろうね。帰化してるだろうね。ああ、でも帰化は増えてるかもね。あ、マキルの言う通りだよ。お前さ、余一さんって読むのかな、余一さん。
いつの話をしてんの？もう何週間前の話をしてんの？めんどくせえわ。ヤクザとパチンコもなんか関係あるのか？あんまりないね。あんまりないね。昔はあっただろうけど。三代目とかまで来ると北に送金する理由を感じないから送金なんかもしないって。まあそうだろうね。もう日本人になってるだろうね、マインドは。現在北朝鮮にお金流れてるの？あんま流れてないと思うよ。だからほら、マンギョンボンゴーとかもう来れないでしょ。昔はね、マンギョンボンゴーシャブを運んでたんだけど。あ、でもみんな知ってた？なんだっけな、シジミだかマイタケだかって全部北朝鮮産なんだよね、日本人が食ってる。なんだっけな、キノコだかアサリだかなんだか忘れちゃったんだけど、北朝鮮ってなんだっけ産業。アサリだったっけな。いや、今磁石なんかセンサーで、もうちょっとでも磁気が反応したらビービーなるよ。すごい音なるよ。あんな絶対無理だよ。マンギョンボンゴー。磁気はダメだね。っていうか、ホールカウンターって言って、今は店が全部の店の出玉を調整するの。ホールカウンターってやつで出玉調整するのね、釘と。まあスロットだったら設定と。松茸もそうだね。北朝鮮松茸有名だね。ホールカウンターで今日の売り上げ100万って決めんのよ。店の売り上げいくらって設定するの。マジレスするとここ3年は送金妨害してる by 安倍。まあそうだろうね、安倍政権ってそういうことだからね。サンゴとかどうなんだろう、わかんない。妨害してるっていうよりも、まあ自民党政権はそんなことさせないわな。ホールコンピューター、ホールコンピューターと一緒。ホールカウンターって俺が言ったのとホールコンピューター一緒一緒一緒。日本のスーツの産地も来た。そうなんだ。へえ。全体的に管理をする。韓国はパチンコ屋だって、パチンコの文化韓国から始まってんだから、パチンあるよ。ただ外人向けなんでしょ、自国民ができない。もともとだってパチンコって文化韓国からだもん。マジでしたら安倍はいらない。マジで言ってるそれ。俺安倍さんめちゃめちゃ優秀だと思うんだけど。遠隔操作っていうのは、例えばピッて押したら大当たりとか、大当たりを消すっていうのが遠隔のイメージでしょ。そうじゃなくて、店全体でその、なんつうの、要はハマり台をバランスよく作るみたいな。だからどの台を遠隔するっていうわけじゃなくて、今日これくらい稼働したらこれくらい儲かるようにっていうのを、その設定するの。安倍より小泉が好き。安倍政権と小泉政権めちゃめちゃ似てるけどね。むしろ小泉政権のやり方を引き継いでるのが安倍さんじゃん。反逆ハンターさん、さすがにちょっと、なんか、めちゃくちゃな理論なんだ。全面禁止しちゃうんだ。知らなかった。パチはないって。まあ、普通の考え方で言ったらパチンコ屋禁止するよな。だ、賭博だもんね、ただの。ただの賭博だからね、あれ。パチンコで勝てる勝率。
25%から30%って言われてるね、テラ線が。パチンコのテラ線は25%から30%、って言われてます。どっちもアメリカの犬じゃないの？どっちも？ああ、安倍政権も小泉政権も。そうだよ。パチ屋の店員は監禁所を教えたら首なんかな。首っていうか摘発、営業停止。首ではない。店自体が営業停止。2週間だったかな？ 20 日間だったかな？だからちょうどその法律が導入された時だから研修受けたよ。知らねえと、徹底して言えと。むちゃくちゃだろうって俺ら笑ったけどね。監禁所どこですかって、いっぱい質問来るから、質問、私服警官バンバン来るから、存じませんとか知りませんっていうのを徹底されたよ。営業停止。口酸っぱく言われた。だからなんで教えちゃいけないかっていうと、パチンコ業界となんで知ってるのっていう理論になっちゃうから。だからたまたまパチンコで景品で金をもらったと、その金を買い取る店がたまたま店の近くにあっただけだから、たまたまなんだよ。しかもね、俺今日パチンコで課金したら 1g って書いてあるの、金、中身の金が。1g って今いくら？金。5000円ぐらいでしょ？金って多分5000円なんだよ、1g。だけど5500円で買い取ってくれるの。びっくりするよね。パチンコで金 1g もらってさ、日本の金の相場5000円ぐらいなのに、なんでか知んないけど5500円で買い取ってくれる店がたまたまあんの。面白いよね。日本って面白いよね。偶然だわーって。なんでなんだろうね。日本のパチンコ屋の前には必ず金を買い取ってくれる店があるからね。便利だよな。便利だね。ジェスチャーでっていうか、言い方はあるんだよね。ああ、なんでか知らないですけど、お店のお客さんは向こうの出口から出ますね。とか、あ、今のお客さん追いかけてみたらどうですか？わかりませんけど、みたいな。俺が聞くときは、初めて行く店とかは、みんなどの辺歩くって聞く。そうすると答えてくれるから。あ、みんなあそこの出口を右の方に曲がりますね。流行ってるんだねっつって行く。警察もパチンコ客いた？いや、警官パチンコ大好きでしょ。警官の知り合いとか、警官、お父さんが警官って、なんかパチンコやりまくってるイメージあるけど。警官パチンコ好きじゃない？だいたい裏側にある。なんかすげえ遠い店とかあってびっくりする時あるけどね。何なんだろう、あの遠い店は。何？梁山泊。あ、懐かしい。梁山泊ないね。梁山泊ないでしょ。あんのかな？今でもやってんのかな？教師も多いんだ。あ、でね、なんか理科の先生がパチンコの必勝法を見つけたとか言って、お前理系の人間なのに大丈夫かっていう人はいたけど。3点方式が問題ないなら、カジノ法案なんて議論せずにカジノやればいい。っていうか、その3点方式問題ないんだったら、俺も賭場を開きたいよね。多分、普通にやったら多分普通にパクられるんでしょう。なんか、その違憲訴訟みたいなのをやりたいよね。なんで一般人はやっちゃダメで、向こうは OK なのか聞きたいよね。あれはどうやってパチ屋は売り上げを計上してんだろう。TUC ショップだっけ？なんかあるよね。黄色い看板の。あそこから買い取ってるんだよね、金を。店で使う金を入れる。金を買い取るのか。パチ屋だけ3点。あれ？麻雀は3点じゃなかったっけ？麻雀はダメなんだっけ？そもそも麻雀って24時間禁止だからね。確か台の値段で売り上げ？台の値段？
でも1台高いんだよね、あれ。新品で買うの。5、60万すんだよね。3点方式のカードゲーム。ほー。いや、裏カジノみたいなやつか。パチンコ屋だけ OK っていうのはおかしいよな。あ、ゲーセンで3点やろうとしてパクられたんだ。なんでパチンコ屋摘発して、なんか変だよな、それも。なんかおかしいよな。みんなでやったら OK なのかよっていう。1ヶ月いくら？仙台稼働するやつあるの。仙台ぐらいの大型店。田舎の大型店をイメージできる。仙台ぐらいあるやつ。パチンコの島が、左右に8個ずつあって、スロットコーナーが500台とか600台とかある。ヤッホー。大型店。仙台ぐらいの稼働で、だいたい1日の売り上げ300万ぐらいじゃなかったかな。1日の売り上げ300万ぐらいだったような気がする。200万、300万ぐらい。その、稼働で言ったら。利益ね。で、そっから人件費とか電気代。ただね、電気代がとんでもないんだよね。すごいよ。まあ、そりゃそうだわな。まあ、天下りだろうね。それで200万ぐらいだ。で、大体、6台に1台とか7台に1台勝てる台を入れとけばいいって感じ。でもくっそ怒られてたよ。あの黒服釘調整する人が島担当されて、若手が。なんかそのイベントとかを組まされるのよ、スケジュール。要は店の管理うまくできるのかっていうのを釘で、いくらで、これくらいの設定したらこれくらい出てっていうのをやらされるんだけど、めちゃめちゃ 釘開きすぎちゃって、なんだっけな、1週間でとんでもない赤字出してたよ。要はもう勝ちまくっちゃったの、客が。1週間でね、300万ぐらい赤字になっちゃって、くっそ怒られてた。三重のオールナイト、オールナイトとかあんだ。音消えた？音聞こえるよね、みんな。音聞こえたら音聞こえるって書いて。音聞こえるっしょ？ああ、よかったよかった。あるあるだね。俺だけどね、富の再分配も本当にいい加減やらないとダメだと思うよ。もう所得の格差がひどすぎるし、お年寄りに金持たせても何の意味もないからね。いや、この言い方語弊あるかもしれないけど、だって死を待ってる人間ってお金使わないもん。そう思わない。だから若者が給料低いわけじゃん。客から見たら天国だったよ。だから、すごい話題になってたよ。どうなってんだ、これ、みたいな。釘ガバガバ。あのね、あとね、難しい台とかもあるらしいんだよ。そう、やっぱメーカーからこういう風に設定してくださいってあるんだけど、メーカーのミスで、要は、なんか右回りと左回りがあるんだけど、なんか特殊な台ってあるじゃん。で、客が攻略法を見つけちゃって、もうずーっと出ちゃう、ずーっと回っちゃうみたいな台とかもあるんだよ、たまに。もう10年に1回ぐらい。配信者でベーシックインカムについて、俺ベーシックインカム賛成派じゃないよ、反対派ですよ。ベーシックインカムは反対派。どう考えても論理破綻してるのが、なんで分かんないのか。頭いい人がね、ベーシックインカム導入しようって言ってるのが、この人たちが欠点見つけられないはずないのにって毎回思うんだよね。俺はベーシックインカム反対派です、僕は。ただ、ベーシックインカムの代替案はある。ベーシックインカムは絶対無理だよ。パチプロってすごいっていうか退屈だよ。パチプロ何人か知り合いいたけど、すっげえ退屈だよ。で、頭良くないとできないよ。で、マックス月40万ぐらい。バンバン。だって、1日13時間ぐらいずっと店座りっぱでしょ？で、その多店舗、3店舗ぐらいやっぱ偵察に行くのよ、グループで。で、そこまでしてデータ取って、研究して、その店の癖とか全部把握して、40万が上限だよ。ベーシックインカムの話でもいい？ちょっとトイレと飲み物買ってきていいかな。ベーシックインカムは俺は明確に絶対ダメっていう考え方だね。
ちょっとじゃあ飲み物買ってきたら、帰ってきたらあれ話すか。腕上がんなくなるよね。あと大体3人とか4人のチームで組んで、チームの人は携帯いじってるでしょ。あれ報告をしてんの。50回転とか100回転ごとに報告をして、今のその周りの率どれくらいって、でリーダーが計算をして台移動しろとかやるんだよね。ちょっとジュース買ってきたら、あの話すよ。うわ、しゃぶりぶりぶり。はい、ただいま。いやー、パチンコは勝つことはできるんだけど、とてもいい職業じゃないよね。うん、ドクターペッパー。ベーシックインカムがなんでダメなのか、答えからざっくり言った方がいい。それともなんか説明口調の方がいい。要は答えから言って議論形式にするのか、それとももう一から全部説明した方がいいのか、どっちがいい。説明のパターン。答えからいく。答えはインフレ政策としては有効、ただ富の再分配にはならない。一言で言うとこれが結論で、これでなるほどって言える人は頭のいい人だけど、こういう言い方をするとバカが湧くからあんまり嫌だった結論から言うとインフレ政策としては成功する、うん、だから経済政策としてやるのはうまくいくとは思うけど、富の再分配にはならないよねっていうのが俺の。だから結局そのなんていうの、ベーシックインカムね、いいねいいねって言ってる人ってさ、底辺層じゃん。で君たちが思ってることにはならないよっていうのが俺の考えよ。正解でしょ。そう、再分配する気なんて、そう、毛頭ない、うん、社会保障が壊れるよ、うん、毎月8万円を全員に配るのは生活必需品を供給する側、そう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 
で、社会保障もぶっ壊れてってなるわけだ。確実にインフレするから、じゃあその8万円の基準を管理するのかって問題じゃん。しないよね。政府がそこまで口出せないじゃん。無理なんだよ。集めるのは簡単なの。財源としては簡単。社会保障全部なくすってことだから。年金もなくす、保険もなくすっていう。だから社会的弱者がどんどん困るだけなんだよね。だからインフレは加速するよ。めちゃめちゃ。だから経済はぐるっとは回るかもしれないけど、金持ちに8万配ってどうすんだって話だからね。だから俺は、なんつうの、頭の悪い人を釣るだけの話だと思ってるから。税制コスト削減のため、コスト削減じゃなくて、リベラルの人が言ってるわけでしょ？ベーシックインカムって。で、リベラルの人って頭こんなに悪くないのに、なんでこんな政策やってんだろうっていうのがよくわかんないんだよ。平等に集めてないんだよ、フォーク。それは平等に集まってないよ。ポポ、話が今違うから空気読んで。すでに社会保障費が破綻してるから。そう。だからもう年金とかうやむやにするために釣ろうとしてるだけで、新たな問題抱えるだけなんだよね。 医療費とか全部、今の抱えてる問題全部クリアにできるぞ。でも結局、若者、要は低所得者が損するのには変わんない。はい、こんばんは、久々。だからね、俺ね、本気で考えなきゃいけないのは、金を稼ぐことイコール幸せっていう考え方、本当変えた方がいいと思うよ。もう日本って無理だから。金持ってなくて幸せになる方法を考えた方がいいと思う、本気で。多分仕事はどんどんなくなっていくからね、これから。最低限の生活を送る権利って何かあったっけ？わざとありますよ。生活保護の保障になってる。憲法、25条かな。日本国憲法第25条、生存権。すべての国民は、なんだっけな。すべての国民は、文化人として最低限度の生活を営む権利を有するかな。生活保護は俺はだから賛成。だから、簡単に言うと、生活保護の方が正しいと思ってるかな。ベーシックインカムより。むしろ生活保護を受けられないんだったら、税金国に払う意味がどこにあるのかっていうのを問いただしたい。あ、黒島さんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。批判してる人は何なんだろう。本当に困ってればいいんじゃないかな。生活保護は不正が問題。ていうかね、生活保護不正って言ってるけど、あんまりね、テレビとかに踊らされない方がいいよ。不正受給が何パーセント、生活保護を受けてる人の中で何パーセント起こってるのかとか知らないで言ってるんだよ。データを見ずに言ってるでしょ、不正が問題って。で、それが生活保護を受けてない人のパーセンテージとどうなのかとかさ、そういう問題になってないんだよね。で、不正受給が何なのかを理解してないで議論してる人がいるから、そこにあんまり意味がない。なんか生活保護イコール働いちゃダメとか言ってるバカもいるからね。だったら一生生活保護を受けてないといけないのかっていう。あと、病気じゃないと生活保護を受けてない、ね、受ける権利がないと思ってる人も全然ダメだよね。そう、生活保護のセーフティーネット、むしろあるのはめちゃめちゃいいことなんだけどね。あ、外国人に与えてるのは問題かもしれないね。不正だけ取り上げすぎるから叩かれる。そう。風船ありがとう。生活保護を受けてて自立するのが目的なんだよ、もともと。生活保護を受けてて自立するためのものなの。メディアは美味しい数字だけ世間にばらまくから。ねえ。そう、数字が取れるように。だってさ、生活保護叩きをやるときって政権が変わるときなのよ。で、民主党の時って生活保護2万円多かったの。で、政権を倒す時に、自民党が取る時にネガティブキャンペーンでやるんだよ。
生活保護は悪だ、生活保護は悪だって。だから自民党政権になったから生活保護叩きやってないでしょ。だからメディアと政治のリテラシーとかもないと難しいんだよ。で、今度は多分そういう野党が取るときにはどういうことをやるかっていうと、おにぎり食べたいホームレスが死にましたってやるの、選挙が近くなると。こんな国でいいんですかって。生活保護ちゃんと整えましょうよってやるのよ。もうずーっと何十年前から変わってない。生活保護あった方がいいよ。そう、政治家の票集めなんだよ。騙されない方がいい。本当に。若い子は分かんないかもしれないけどね、メディアと政治がどうくっついてるのかとか分かんないんだよね。多分とんでも論に聞こえちゃうんだろうけど、まあ年取ってくると分かるよ。30超えてくると住所がない、それも嘘なんだよ。 それも嘘なの。だからネットに書いてある情報が本当じゃないのよ。その住所がないと生活保護を受けられないんだったら、俺新宿で生活保護を受けられなかったから。受けられてんの。もうここに例外のケースがあるんだよ。まあまあ票集めっていうか、まあそれがね、政治だからね。票集めにまんまと利用されたっていう簡単な側面だけではないけれども、その生活保護叩きをやるときっていうのはどういう政権かっていうのがあるの。ロアコさんこんばんは。多数決好きな日本人の性格は良くない日本を形成してるわな。良くないっていうか、その俺はね、憲法って何なのかって知ってます？皆さん、憲法論久々にやっていいですか？憲法論、憲法とは何なのかを聞きたい人で手挙げで、聞きたくなかったら別の話題します。いや、憲法論全然できますよ。憲法とは何なのかっていう、多分ね、憲法の概念が分かってないんだよ。みーママこんばんは。ホームレスの人、あえて生活保護を受けてないですね。フジテレビの外国人株割合見たらお察し。まあね、韓国の企業だからね。憲法9条じゃない。憲法とは何なのかを知らないで9条とか言ってるでしょ。今も25条の話をしてんの。今は生存権の話なの、この生活保護って。憲法食べ物じゃないですよ。そもそも憲法って何なのかっていうと、これちょっと深い話なんだけど、これニコ生の時よくやってたんだけど、この国って法治国家なのわかるでしょ。法治国家で三権分立とかあるけど、まあ機能としては二権分立になってるんだけど、まあいいや。簡単に言うと、法律の上の概念に憲法があるっていうことは理解できます？皆さん、法律よりも憲法の方が上位概念としてあるの。だから法律よりも憲法の方を守らないといけませんっていうことは理解できるよね。オッケー、大丈夫。どの辺の認識をなのかっていうのを話さないといけないから。オッケー、オッケーね。オッケーだよね。ここまでオッケーだよね。反論ないよね。オッケーだよね。じゃあ憲法を守らないといけないのは国民であると思ってる人、手を挙げてください。憲法は日本国民が守らないといけないって思ってる人、手を挙げてください。憲法、日本国民全員守りましょうと思ってる人、手挙げ。違います。へ。じゃあなぜ違うのか書いてください、ポークさん。みんな書かないでね、ポークさん。なんで日本国民は守らなくていいかを書いてください。ポークさん。ダメだっつってんの、先に書かないの。守らないといけないといけない側面もある、正解だからね。ここはね、そっち側が正解の。法律があるから全然違います。本来憲法っていうのは本来の意味でね、本来の意味で言うと国が守るものなの。ただ日本国憲法っていうのは変な条項が一つだけあるの。それが国民の義務条項なのね。納税の義務、憲法って言ったらみんな納税の義務、勤労の義務、なんだっけ、教育？納税労働教育だよね。この3つの義務条項だけ覚えてるんだよ。そう。だから日本国民も半分守らないといけないの。
だけど、もともと憲法っていうのは国側を縛るためのものなの。国民から政府への命令書だって知ってた。お前らに国の管理をやらせてやる代わりに、これは守れよっていう国民側のルールブック、国民側が政府に出してるルールブックの。だから上位概念なの。自衛隊はってどういうこと？憲法とは何なのかって話だね。わかる？お前ブロック入れるぞ、アメリカ人。だから、その憲法25条、平和憲法って9条か。9条があるから、自衛隊しか。お前だよ、つまんねえのは。はい、ブロックです。だから、自衛隊しか持てない。だから自衛隊を軍隊に変えるためにはっていうことで憲法を変えないといけない。そう。難しくないんだけどな。違うんだよ。働いたら負け、違うんだよ。それは、だから、憲法論じゃないんだよ。だから日本の憲法がいかにぐちゃってるかっていう話なんだよ。で、国民がこれを知らないことが危ないの。国民が偽物ブロック入れた。国民が、これを知らないっていうことが、まず危ないことなの、日本においては。だから公務員とか政府が守るもんなんだよ、本来は。で、その中に生存権。要は、日本人は生活を、最低限の生活、営む権利がありますよって言ってるのは国民側じゃん。わかる？だから守らないといけないのは政府側なの。そう。なのに日本の法律ってさ、生活保護があるっていい国じゃん。いい国なのに国民側が叩いてんの、生活保護制度。めちゃくちゃでしょ？なぜそのような解釈に。だから、それが憲法っていうものが、まず、アメリカとかって、自分たちで国を作ろうって言って、要は王国があって、王様とかがのさぼって、だから、そう、自分たちで戦争をやって勝ち取った国だから国民の権利をうるさいのよ。でも日本ってもともと憲法とかなくて、政治とかはお上がやるものっていう国民だから、戦争で負けていきなり植え付けられたものだからっていうのがこの議論なの。GHQ が国会に定めた条項だよっていうのはこの議論なんだけど、もともと憲法、自分たちで勝ち取ったものじゃないから、なんか国民の権利とかがよくわかんないまま植え付けられたんだよ。それを義務教育で教えないから俺は問題だっつってんの。要は憲法とは何かって言った時に、皆さんって、教育の義務、労働の義務、納税の義務の3つがありますよ。守りましょうね、しか教えないのよ。そうじゃなくて、死にかけたら役所に行ったら生活保護もらえますよっていうメリットの部分を教えないのよ。働いてくださいね。教育受けさせてくださいね。税金払ってくださいね。これは守ってくださいね。いや、違うだろうと。それにもいっぱいあるだろうと、教えること。なんでデメリットの部分しか教えないんだろうっていうのが不思議でしょうがない。それが言いたかったの、俺は。結論。そう。アメリカと国家の契約ではないですよ。そもそも全然違う。だから憲法を理解してない、働いたら負けは。そうそう、今の憲法は GHQ が作った憲法をずっと守ってるってことね。国にとってデメリットだから正解。だけど、他の国ではそんなこと絶対ありえないことなのよ。それをほったらかしてんのも日本人の。そうそう、義務条項だけでしょ。そうそう、そう、9条のおかげで私たちは守られてるかどうかっていう議論なんだけどね。だけど、俺らが軍隊を持たない国家に住んでるのは9条がっていう。それ解釈じゃん。私たちは守られてるかどうか。それは解釈ね。鶴根さんの。そうなんだよ。そもそも必要なかったの、憲法っていうのが。この国は。だからぐちゃぐちゃになってきてるっていう問題を。でも知っておいた方がいいよ、憲法とは何なのかっていう。じゃないと、なんで国税金払うのかっていう議論をしないんだもん。生活保護なくせっていうのはわかるのよ。その不正受給も多いし、平等じゃないよっていうのはわかる。だったらなんで税金払ってるのか議論をしないのかわかんないの、俺は。生活保護法は法律だけれども、生活保護法ができてる基準になってんのは憲法第25条だよ。
25条の条項があるから生活保護法があるんだよ。千年前に明治？戦争前、戦争前か。戦争前の明治にも憲法ありましたね。明治憲法ありました。知ったところで何も変えられない。変えられるよ。俺だって憲法を勉強してから生活保護知ったんだもん。国の中では法律は意味あるけど他国は知ったことはない、懸命に働く人を悪いって話なんか全然してねえよ懸命に働く人はいい人でしょ。なんでそういう解釈になるんだよ。俺懸命に働いてる人いい人だと思うよ。働いた方がいいよ。なんで俺悪って言ったの。なんでそういう解釈になるの？あのね、生活保護とか憲法の話するとアレルギーが発生する人がいるのがすごい嫌で、俺事実を語ってんのよ。俺はこう考えるよって話ほとんどしてないの。なのに、それは間違ってるっていう人がいるんだよね、たまに。そう。憲法を知らない人が生活保護批判とかやめよう。俺に言ってんの？鶴根さんは。そう、事実を語ってんのそう、俺の解釈なんか微塵も話してない。あー、もうこの議論やめよう。やっぱりアレルギー持ってる人が多すぎる。そう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 、アレルギーなんだよ。そのアレルギーなんだよ。そのもう洗脳されちゃってんの。だからもう働くことはいいことに決まってるだろうって。いや、もちろんそうだよって。働かないと食っていけないから。でもその都合よく働かされてるんだよっていう、税金取られてるんだよっていう、税金を払うっていうことはメリットも受けられるんだよって。そもそも国が何なのかを知らないのよ。バカみたいに批判する人ね。メディアって怖いよ。警察って憲法全部知ってるんかな。警察は知ってないとやばいよね。何か働いたい税金払う人がアホって言ってるように聞こえた。その聞こえ方は全然違うよ。俺はむしろ働いてる人は生活保護よりも給料上げて、手取りで25万円ぐらいアルバイトでも取れるようにしようよって訴えてる人側だから。全然違うよ。ちゃんと質問してくれたらちゃんと話すから、アレルギーでダメよ。まあいいや。まあこの話はやめよ。毎回こうなるから。議論にならない。これが日本なんだ。ホームレスって家がなくなったことを市役所や区役所に申請するの？してない人が多いね。だから住民票持ってない人もいるし、売り飛ばしちゃうんだよね。結構。住民票とか戸籍とか売り飛ばしちゃうの。じゃあ、国家って何か話せる人いる？じゃあ国家論の方に行く？憲法じゃなくて国家論。国って皆さんにとって何ですか？質問です。シンプルに答えてください。国とは何ですか？これね、面白い答えが返ってくるから。国って言って一番最初に連想するワードでいいや。国って言った時に連想するワードを書いて。何でもいい。ワード、人の名前でもいいし。国イコール何が思い浮かぶ？国って言われた時。土地と人と、あとなんだっけ、家。ああ、国イコール家か。国イコール所属。国イコール盾。面白いね。いろんな答えがあるね。いいよ、間違いとかないから。国とは何なのか。政治家、いい答え、ありがとう。あのね、共同体。総理大臣、いいね。あのね、じゃあね、国って言った時に日本人が多くのワードを連想するのって政府なんだよ。あの、政府と国は別だからね。でしょ？国家。実は国って何なのかっていう議論って、あの、他の外国ではちゃんと小学生に教えるんだけど、国って人なんですよ。国民を指すのね。国民の集合体とか共同体っていう考え方が正しいの。でもなんだけど、その代表者の政府って国とは別物なのね。国の中の一個のパーツではあるんだけど、あのね、それをちゃんと教わってるのにみんなちゃんと教わってないの。いくよ。
国民主権。知ってる人手挙げで。国民主権。聞いたことある人手挙げ。イメージでしょ。だからそれすり替えられちゃってんの。土地じゃないんだよ。例えば戦争で領土を侵されたら土地は変わっちゃうの。だから国って変わっちゃうのよ。だけど国って何なのかって言った時に最後まで日本人っていう人がいるかどうかっていう、もう結論出てんの、これは。国民主権を教わったでしょ。国民が主権を持ってるんだよ、国の中で。だけどこの意味を教えてないの。言葉だけ教えて。だから官僚とかが日本はめちゃくちゃ頭いいのよ。要は、バカには分からないように、分からないように法律とか教育で作ってるの。国民主権ってちゃんと教わってるじゃん。民主主義とか。でしょ？意味分かんないでしょ？国民主権。主権は国民が持ってますよって。国の主権を持ってるって教わったじゃん。だけど、国民としての、その、なんつうの、権利とか、だからさっきの憲法とかも一緒なのよ。分かんないように、分かんないように教えちゃってるからこうなっちゃってんの。国民主権を理解してないのは中学しか出てないから。ちょっとよく分かんないけど。選挙っていうのは代表者ね、国民の。国から騙されてるわけじゃないよ。メディアとか教育とかで分からないようになってるから、権利は知った方がいいよって話ね。騙されてるとも違うんだ。隠されてるって言い方が正しいと思うよ。なんかそこら辺のフリーメイソンとかよりもよっぽど優秀だよ。日本の方が俺、秘密結社だと思う。例えば日銀って民間企業なの知らないんだよ、みんな。政府だと思ってるでしょ。FRB っていうのがあるの、アメリカにも。FRB って民間企業なの。お金を発行してるのは国じゃないですよ。これ知ってた？税金は政府に行きます。そう、よく調べないとわからないようになってる。日銀って国のもんだと思ってるでしょ、みんな。だからこれ基礎なんだよ、本当に。株主問題っていうか、会社は誰のものかっていうのも分かってないよね。日本人って頭悪いから、会社は従業員のものだと思ってるんだよね。会社は誰のものか分かる？一法人が紙幣を制作してるってこと？そういうことです。簡単に言うと、その民間企業、FRB は民間企業なんだけど、日銀は民間企業ではないけれども、政府のものではない。いい表現だね。暇人の集いさんが正解。わからないようにして、知ってる人だけが抜け穴を作っても、お金を受け取りたり、罪を免れるようにするのが日本です。正解。超いいコメント、これ。そういうこと。頭のいい人だけが勝てるようになってる。このコメントすごく良かった。暇人の集いありがとう。わからないように法律を作って、知っている人だけが得をしたりとか、罪を逃れるようにしてると。そうそう、株主のものなのね。そう。ポダム？だからそのベーシックインカムの議論にしてもさ、その得をするんだって思ってるじゃん。得とは何なのかを考えないとダメだよね。社長ですら、会社は社長ですら自由にできないし、まあある程度の自由はあるけどね。そう、株主に対して配当を決めるのは社長の権限だ。ただ実質ね、株主総会で社長変えられるから、あんま下手なことはできないわけだから、一番の権利握ってるのは株主だよね。ただ、その株主の暴走を防ぐ役割だよね。従業員側の権利と株主側の権利のバランスを取る調和役だよね。そのベンチャーの社長でなければ、決定権を持ってる株の保有率によるだろうけど。有限会社の場合は、有限会社今作れない。
今有限会社っていう制度ない。全部株主、株式会社と合同会社とあとなんだっけ、有限会社ってなくなったよね確か。資源が出れば税金いらない。資源なんか出なくない？学ばないやつはいくら経っても労働階級ですよ。まあそうだよね。合弁会社か。有限は新規では作れなくなったよね。いや作れないよ今。作れないですよ。だから今残ってる有限会社が終わったらもう終わりだよ。レアメタルって日本から出んのかな。どうなんだろう。株の価値でどうなると上がるの。買いたい人が増えたら上がる。有限作れないよね。海の底のレアメタル、海の底からそのレアメタルを引き上げるテクノロジーって日本が持ってるのかな。持ってるの。めちゃめちゃコストかかるんじゃないの。だから採掘ができる土地がある場所だとレアメタルのあれだけどね、売って利益を出すことができるけど、その海の底に沈まってるものを開発ってどうやってやんの？どうやって穴掘んの？割に合わないと思うよ。株式会社は俺は作る予定は今のところないかな。メタンハイドレードでしょ。メタンハイドレードは青山重治の奥さんが持ってるんじゃなかったっけ、特許。雨がすげえな。雨すごくね。やべえな今日。だメタンハイドレードって今見つかってるのどれくらいだったっけな。日本が使ってる天然ガスの50年分ぐらいしかないんだよね確か。台風来てんだ。飯どうしようかな。ザルそばにすっか。じゃあもうすぐ放送も終わるしね。あ、フォローありがとうございます。あっで、ああ、やばいなこれ。あーやっべー今の。そっちも寒いの。いやまだ暑いかな。寒くなったり暑かったり、夏と秋を行ったり来たりしてる。台風の風はそうでもなかったけど、どっしゃ降りだったね。生ポアパート、生ポアパート、21度って暑いのか寒いのか分かんねえな。寒いのか。やり方はノーマルですね。オナニーはやり方は至ってノーマルですね。朝に関東、あ、じゃあこれからずっと降ってんのか。
しょいさむぐらいか。ありがとうございます。好きな人はぜひアイテムください。アイテムを伴わないで応援してますはいらないです。アイテムをくれない人の応援してますとか頑張ってますとか一番好きですはあんまり意味がないので、もし本当に好きな人は1円でも払ってください。あ、パフェありがとうございます。あ、風船ありがとうございます。アイテムありがとうございます。好きなものを守るのには金がかかる。はい、どうもどうも、うのぴさんいらっしゃい。バーガーありがとうございます。だからツイッターにも書いたんだけど、最近儲かる話とかをする人は増えたんだけど、生き方を語る人って少ないっていうか、生き方を教えるっていうか、うん、なんかそういう人の方がかっこいいし、昭和ってそういう人多くなかった？なんかさ、もう最近金儲かるとかさ、なんかそんな話ばっかりしてるけど、幸せになったりとか生き方を教える人って少なくなったよね。誰か、いや、リスナーもそんな話ばっかりしてるイメージあるけど、俺なんかビットコインがどうのこうのとか。働いたら負け、いらないからもう消えて、あの次コメントしたらブロックね。うん、一曲いきたいですね。うん、カフェ仮想通貨とアフィリエイトは全然話違うと思うけど、アフィリエイトはむしろめちゃめちゃ正当な報酬だと思ってるね。アフィリは配信の瞬間っていうか、あの冷静な発言し、あのね、俺の放送を見ない人が俺の放送を叩いてんので、俺の放送を見た感想、偏見を持たないで見てくれる人って、こんな人だと思いませんでした、普通に面白いですって言ってくれるの。だから雑談たぬきでとか2チャンネルとかで見て、こいつこういうやつに違いないっていうフィルターが入ってるから、俺の話が聞けないだけで、普通に来てくれる人全然イメージと違うって言ってくれるよ。問題発言なんかしてないよ俺。あー、リスナーを一人一人の個人として見るかどうか、あのね、それね、すごい深い問題なんだよ。俺睡眠中も見る夢って配信の夢ばっかりなんですよ。配信の夢ばっかりなのね。でね、個人として見ることは不可能だね、正直言うと。一人一人の人格として見ることはできない。例えばね、ポポさんにイメージしてもらいたいんだけど、毎日部屋の中にずっと200人ぐらいがいるので、入れ替わるの、200人が。でトータルすると1万人が入れ替わるのよ。常に200人この部屋に満杯で、常に入れ替わるので、一人一人として見るのはちょっと難しくて、舞台にいるファンって感じ。やっぱりその中でやっぱりそのチップを多くくれる人とか面白い人とかいるんですよ。そのこっち側も覚える客っていうのは数人いますよ、数人数十人だね。全部を全部っていうのは難しいね、やっぱ。こんばんは、ちゃんちぃさん。アンチをやるっていうのは情報が不足してるからだと思うよ。決めつけで語ってるんだと思うよ。要はちゃんと見れないんだよね。花火ありがとう、一曲歌います。アイテムありがとう。
誰かに植え付けられた価値観、誰かに教えてもらった常識、君が考えたり感じたことが本当の答えなんだ、なん本当の答えなんなはずなのに、どうしようかな。お疲れっす。世界を一つに縛る必要ない、答えは自分で見つけてください、自分だけの答えに自信を持って、間違って生きようぜ。ありがとう。はい、じゃあさようならブロックです。花火一発につきオリジナルソングプレゼントしてるからね。バカありがとうございます。ローコさんアイテムありがとう。なんかでももうくだらないなと思ってて、ふわっち来た時なんだろう、なんかすげえすげえって言われて、でね、ニコ生のリスナーが流れてきたらくだらねえくだらねえ、なんかその自分で面白いものは面白い、なんか周りに流されやすいから、集団心理流されやすい人って多いから、あんまりなんかそのなんだろう、そういうものにあんまりぶれないようにしようとは思ってるけど、なんかいつも言ってるけど、その応援する気がない人に見てもらう必要なんてこれっぽっちも感じてないから、だから応援コメントとかもいらないし、普通に対話すればいいだけだ。で、まあスポンサーさんに1円でも払った人はスポンサーさんだから何言ってもいいと思ってるけど、集団心理っていうか、なんだろう、自分の意見持ってねえのかなみたいな、そう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 、周りが面白くない面白くないっていうと面白くなくなるっていうか、なんかな、周りにどんだけ左右されてんだろうこいつらっていうか、自分で面白いと思ってるから見てたんじゃないのっていう、でなんでそれをその大事な自分の感情を誰かに委ねちゃうんだろうなっていうか、別に面白くなかったら見なきゃいいだけじゃん、そう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 、いや私は好きでいいと思うんだよね、私は嫌いって。で大手配信者がワド面白くねえよって、あそうですかって、それだけでいいと思うんだけどね、そもそも楽しもうと思って来てない人を楽しませることなんて不可能だから、楽しみに来てくれてる人だけに楽しお互い楽しさを共有するだけだよね、だから石野とこの前 YouTube で対談した時に話したんだけど、ベッキーを叩く意味が分かんないっていうのですげえ同意見で、むしろ俺らはベッキーをエロく 見ることができたら得だよねって話をした。ベッキーが不倫してなんで彼女を叩くことができるんだろうっていう、それは昔から思ってたよね。だから集団いじめが好きなんでしょ多分。なんか悪者見つけて石投げるのが好きなんだろうね、人間ってやつは。俺はあんま好きじゃないな、むしろベッキー色っぽく見えてる、だからちょっと性的な目でベッキーを見るようになったから、俺は得したなと思ってる。
日本人つうか俺は人間がそういうもんだと思ってるな。じゃあ不倫がなんでいけないのかって話になってくるしね。不倫がなんでいけないのかっていう話になってくるでしょ。もう全然不倫なんかしまくっていいと思ってるから。好きなだけやればいいよ。もうなんか人とは違うって思ってる発想が凡人だもんね。俺は人と違うって思ってる。それが俺の中ではもう凡人なのよ。人と違うやつは人と違うことを言うんじゃなくて、人と違うことをやってるんだよ。行動でやってると思ってる。俺は人とは違うっていうのは何もやらない凡人がやることだよ。遺伝子レベルで設置されてるんだ。あー面白いね。あーうざい、お前消えろ。コメント拾ってもらえないっていうことは、あの読む価値がないっていう判断をしたわけだから、連投打ち禁止だから。次ブロックね。道徳上いけないんだろうけど、第三者がどうこういうことじゃないもんね。道徳上ってなんだろうっていう、そう、まさに道徳の話で、道徳って誰かの都合で植え付けられたもんだからね、うん、そこになんで疑問を持たないんだろうっていうのは思うかな。道徳で得してるやつがいるんだけどなっていう、あなたのためにその道徳って教えられてんのかなっていうのを疑った方がいいと思う。うん、だって人間って一夫多妻どころじゃないな。もともとそのなんだっけ、結婚パートナーとこの人とこの人が一生結びつかないといけないって、ここ300年ぐらいだよね多分婚姻制度って。だから動物の頃なんかね、パコって、で女の人はメスはメスでグループ、オスはオスでグループ形成して、でその女性グループがその子供を育ててっていう、そういう感じだったわけじゃん。だからね、だからその自然法則に逆らうからこんな問題が出てくるんだよ、うん、だってこんだけ法律で縛っても止まらないってことは合ってないんだよ法律が、うん、法律は人間が決めたルールでしょ。自然界でそんなことやってる動物っている？いないよね。だから神様に逆らうと不幸になるんだ。好きな男と好きな女と一緒にいるのが一番幸せじゃん。ただそれだけだよ。だって一番幸せなことって最高にかっこいい男に抱かれることじゃないですか。女の人最高の幸せって超かっこいい男と一緒になることじゃない。俺最高の幸せっていい女を抱くことだと思うけど、それ以外ある？なくない？うん、でこいつ最高だわってお互い思って結婚したけど、もっと最高のやつ出てきちゃったタワーっていう話でしょ。で別れろよってならない。ねえ。だけど周りが不幸になる話じゃないかんな。当事者しか言えないと思ってるんだよ。一夫多妻は反対です。タフ多妻。うん。女の人もバンバンパコってほしい。タフ多妻になってほしいの。一夫多妻じゃない。タフ多妻。
旦那5人ぐらいいるんだっていう人がいてもいいと思ってる。タフ多才がいいですね。なんか一夫多妻にしたら揉めるとか言ってる人いるけど、タフ多妻が当たり前になったら揉めてないでしょ。一夫多妻で揉めてないじゃん。だからそう思い込んでるだけだよね。むしろ一夫一妻の方が揉めてるっつうの不幸になってるっつうの。だから昔は暗黙の了解でおめかけさんっていうのをさ取ってたわけじゃん。要はタフ多彩だったわけじゃん。他の加藤国と同じになっちゃう。加藤国って何加藤国って何。俺加藤な国、日本の方がよっぽど加藤だと思うんだけど、こんな状態になってて。上級国なの？上等国なの？日本って。俺日本が上等国だと思ったこと一回もないよ。むしろなんかもう行き過ぎてわけわかんなくなってるよ。アメリカとか中国とかは下等なの。じゃあなんで負けてんの？アメリカとか中国に。よくわかんねえな。俺は別に日本が上等国だと思ったことはないっすね。むしろなんかその物とか金とかは豊かだけど、なんか発想、なんだろう、幸せそうに見えないかな。日本はもっと幸せになっていいと思うんだけどな。こんなに恵まれてんだから。大体さ、その自殺をするやつが多すぎるよね。ハイテクすぎる。いや、考え方が、発想がなんか弱いと思ってて、だから金を掴んだら幸せになれるって思ってる人多いじゃん。本当かみたいな金じゃ、金は不幸は減らせるけど幸福なんて買えないはずなんだけどなみたいな。俺はそう思ってるかな。金は あればあるほど便利だったりとか、トラブルを回避できたりとか、不幸を減らせるけど、金持ちイコール幸せだとは思わない。貧乏で幸せな人はあり得るけど、だって死にたい生物なんかいなくない？死にたい生物って何って思わない？何なの死にたい生物。死ななきゃいけないっていうか。そうそう、金金言うのはアメリカの価値観だよね。なんか別に普通にうまい飯家族で食ってるだけで俺本当に幸せなんだけど。のんちゃんの中華丼食ってる時普通に幸せなんだけど。のんちゃんと寝てたりとか、石野とビール飲んだりとか、めちゃめちゃ幸せなの。金かな本当に。浅井さんと喋ったりとかめちゃめちゃ幸せだけどな。金ってそんなに幸せになれんのかな。なってみたいけどね。だから金掴んでみたいけどね。みんなが認める金持ちのレッテル貼られた時に、やっぱちげえわって言いたいよ。持ってたら説得力出るじゃん。だから一回1億円ぐらいバーって札束掴んで、いや何も変わんねえんだけどって言いたい。その本当のことを言いたいっていう。少なくとも俺の知り合いの金持ちはみんなそれを言ってたよ。頭が良かったりとか、そのなんつうんだろう、その金掴む脳みそっていうのはあるんだけど、金自体が幸せになるって感じじゃないなって。その金を呼び込む考え方みたいなのはあるけど、なんつうんだろう、幸せかどうかって意外とその人と関わってる時だぞみたいな。
だから俺らはその仕事するんだよみたいな。金掴んでも、金を増やしたいからじゃなくて、その関わりをつなげるためにそのやってるとか言ってたけど。自分で死にたいと考えて死ぬのってで人間独特なもの。ああ、どうなんだろうね。動物で自殺ってあんま聞いたことないね。ああ、大変だろうね。だから、ね、才能のある人はバンバンヒーロー化していくけど、才能のないやつはどんどんダメになっていくみたいな。だから超弱肉強食だもんね。アメリカはね。でも俺はアメリカとかの方が向いてるだろうね。こういう性格は。日本向いてないよね、俺。本当に生きづれえわ、日本は。なんか好きな人ね、好きな人と一緒に飯食ってるだけで幸せなのにな。あ、カマキリとかそうだよね。すごい悲しいよね。パコった後にメスに食べられるってすごいよね。まあ、こういずれ海外移住。海外移住。ああ、でも視野に入ってるかな。別に日本にこだわりはないから、のんちゃんとよく海外での生活も考えといてねっていうのはよく言ってる。もし俺と本当に一緒にいるんだったら、日本から離れる覚悟はしといてねって。それは本気で言ってるかな。メス食べちゃうぐらい愛してました。いやいや、結構真面目に何回か言ってるよ、のんちゃんには。のんちゃんは和道さんがいればいいんだっつってるけど、和道さんがいれば別に場所なんかどこでもいいって言ってる。世界を見たら日本は小さいのかな。いや、小さいとかでかいとかないでしょ。日本は日本でしょ。ただ別に日本に別に一生住まなきゃいけないわけじゃないからなと思って。まあお金掴んでチャンスがあっていい国があったら行きたいっすね。住みたいっすね。あ、俺もだからホームステイした時すげえ日本いい国だと思ったよ。ただいいなって感じるところは昔の日本なんだよね、全部が。今の日本じゃないんだよ。昔の文化的な日本っていう部分に惹かれたりとかするから。地球上ってそんな国ある？ 200 カ国以上ぐらいあるんじゃないの？日本が自分に向いてないってカンボジアに移住して配信してるいる。ああ、そうなんだ。コーヒー大好きだよ。コーヒー大好き。なんかそれこそね、海外で食堂とか開いても面白いよね。日本食のね、素朴な家庭料理でもいいじゃん。海外で。それを配信するとか面白くない？すき焼き食べようっつって。そういう考え方、なんかその考え方だけはこう柔らかくしておきたい。そのなんつうの、こうであるみたいな。なんかその1たす1は2だ、2に間違いないみたいな人が多すぎるような気がして。だってその1たす1が2なんだけど、2なんだけど1たす1は2であることを把握してる人が全くいないわけじゃん。多くの人が1たす1を2だと思ってないから、なんつうんだろうな。西君、俺の放送見なくていいよ。バイバイ。めんどくせえ。
なんつうんだろうな。1たす1が2っていうのを認識してる人だけの世界でしょ？それが通用するのが。あ、別に1たす1は3でも4でも5でもいいんじゃんみたいな。そう思ってるのなら、意外とそっちの方が面白いよねっていう。2じゃない可能性というか、例えばなんだけど、1たす1は3ですよって言われた時に、2だよって発狂する人がいるの。なんで3を受け入れないんだろうっていうか、え、なんで3なんですかとか、聞いてみればいいのにっていう。いや、2ですって反論したがる人が多すぎるっていうか、なんかその、インターネット社会になってなのかな、特にそれを感じるんだけど、Google に載ってるものってが全てな人っているんだよ。そのググったり、そうそう出せ正論とかあんまり好きじゃなくて、なんか間違ってることが恥ずかしいことみたいになってるっつうか、で考えるのを放棄してるっていうか、全然会話が面白くないんだよね。むしろ間違ったまま進んでった方が会話って面白いのに、その俺はこう思うぜみたいな、ボロボロに間違ってる人とか面白いじゃん。なんで答えはこんなにテンプレートで用意してる、つまんねえ生き方してんだろうみたいな。なんか Google に載ってることを語るっていうことはさ、誰でも調べられることを、誰でも知れる、なんつうの、共有知識みたいなものを語ってるだけじゃん。何が面白いのこいつと思って、つまんなそうなんだよね、ググってる情報だけを語ってる人って。で正論とかソース出せよとか、超くだらねえとか思って、なんか人生つまんなそうだなみたいな。いや、読み飛ばすこともあるよ。コーヒーの真実って映画見てなかったら見てみて。コーヒーの真実、美味しいコーヒーの真実、成功すればするほど他人から邪魔をされやすくなりますからね。俺は自分が成功してるなんて思ってないよ、っていうかもう成功全員してるんだよ。生まれた時にもう完成してるんだよ。あとは余生だから。生まれた瞬間にもう芸術として完璧に完成してると思ってて、もう意味なんか生まれた瞬間に終わってんだよ。あとはもう余生だよ、暇つぶしだよ。そうそうそう、ググる用の情報なんかいらないじゃん。会話をする意味がないよね。そんなもん家で寝てる時にやれよって、寝る前にやれよって思うの。は思うけど、お前まだ来てんの、チキントレーダー、ほんとつまんねえやつだよな。お前俺の放送みんなっつったよな、バカだね。否定することが正義だと思ってるでしょ。否定してたらかっこいいと思ってるでしょ。だから浅はかなコメントしか書けねえんだよ、内容のない。否定することが目的だから、会話にならないよ君とは。少なくとも会話しようとは思わないよ。どうしたらいいですかよりも、こう思うけどどう思いますかと質問する部下。ああ、それはできる部下だよね。どうしようかな、 YouTube ライブ行くか、ふわっち延長するか、もう一枠やろうか迷うな。どっちがいい？ YouTube ライブとふわっちもう一枠どっちがいい？みんなは。YouTube ライブ荒れないかんな。
どんな時辛いと感じますか？全部だね。基本的にだからブッダの一切皆苦って言葉すげえと思ってて、生まれてきたら全部苦しいからっていう考え方なんでしょ？俺ブッダはすげえと思ったよ。だからどんな時に人生辛いと感じるかって言ったら、もう生まれた瞬間からずっと辛いね。 一切皆苦だ。マサヤンナおやすみ。一切皆苦だね。辛くて当たり前だと思ってる。辛くない人間なんていないと思ってる、ね、みんな辛い。ブッダ漫画は全部読んだかな？ 2周したかな？ブッダ読みましたね。2回ぐらいあると思う。人生で読み通したの。2回ありますね。相手もありがとうございます。おやすみなさい。ありがとう、みんなありがとうね。とりあえずこの枠で感想ですね。たくさん花火ありがとう。花火9発、大花火1発。なぜブッダや仏教に惚れ込みましたか？頭いいなと思ったんだよね。釈迦、ブッダ頭いいなと思ってる。この人が言ってるのは、すげえ頭いいなって思った。なんか多分本当だろうな、みたいな。自分の考えと似てたね、すごく。なんか共感できるところが多かったです。ただそれだけだよ。いや、次枠行く？まだ暇だったら、まだ体力あるから、次枠全然できるけど。YouTube ライブでやるか、ふわっちでやるか迷ってんだよね。どっちがいい？どっちでもいいけど。おやすみ、ポーク。寝たら困るから、アイテムちょっと寝る前に置いといてよ。寝る前にアイテム投げてよ。頼むよ。みんな寝てアイテム投げるの忘れちゃうんだから。ちゃんとアイテム置いて、金を置いて寝ろ。金を。頼むよ。まあまあね、スポンサーさんのためにやってる放送だから、スポンサーさんのご意見が聞きたいけどね。寝る？はいよ。パフェありがとう。はい。デザインはオリジナルですね。はい。オリジナルっすよ。すずりのやつでしょ。あそこは、自分で作ったやつじゃないと販売できない。あれオリジナルっすよ。和道 T シャツ、まあ、新デザインの T シャツ作ろうかなと思ってるけどね。寝ようかな。
カントリーマームみたいなやつ、やっぱね、食い物粗末にしたくねえし、向いてないよなああいうのは。花火欲しさに放送やるのがなんかもう嫌になっちゃってさ、気持ちで投げてもらえばいいやと思って。アイテムタイムもやめたし、やっぱりその食い物でなんかやるって好きじゃねえな。普通にしてても面白かったら花火投げてもらうっていうのが一番綺麗だよね。普通にやるわ。なんかうまいもん食うんならいいけど、カントリーマームちょっと嫌いになっちゃったんだよ。普通に好きだったのに好きなものがまた雨ありがとうブルースカイさん。なんかそれが、そっちの方がさ、なんで俺金のためにカントリーマーム嫌いになっちゃったよと思って、ふざけんなよと思って、あんなに好きだったのに。そうで、金のために幸せが一個減ったかんね俺。やっぱ良くねえわ食い物で遊ぶのは。食い物で遊ぶのはちょっと性に合わないっすね。普通に食うわうまいものを。動画でも見ながら寝ようかな。シャンクスイメージはないね。もともとテーマカラー赤黒白っていうのは、シャンクスは別にインスパイアされてなくて、赤にたまたましてみたことがあって、でそしたら似合ってたから赤いいなと思って、だから赤と黒のシャンクスかっこいいけどね。何の動画見るのは、昔のテレビでね、松本慎介っていう番組とか、電波少年とか、あと放送室っていうラジオ聞いたりとか、あとはなんか脳機能学者とか心理学の人のラジオとか、うん、お疲れ。おう、あー、クワッツさんいらっしゃい。あのね、スケボーね、通報入っちゃって、それから全然やってないっすね。やりたいんですよ。超面白いっす、サーフスケート。上達どころか全然できてなくて。うん、お疲れっす。ちょっとじゃあ一回、ナスビ大好きだよ。検証生活でしょ。ドストライクの世代だよ。好きだよ。面白かったよな昔のテレビは。テレビつまんねえとかいうやつ、昔の面白かったテレビ番組知らねえのかなとか。ガサ入れとかめちゃめちゃ面白かったけどね。アツシ天才だよ本当に。ゴールデン行ったからつまんなくなったけど、深夜番組やってた時のアツシは面白かった。スケボーカーパーじゃないですね。ウッディープレスっていうやつですね。カーパー、調べてカーパーとかにすればよかったと思ってるんですけど、ウッディープレスです、僕のは。カーパーっすか。カーパーにすればよかったな、買うんだったら。じゃあ次枠いきます。お疲れ様です。次枠で会いましょう。お疲れです。アイテムありがとうございました、たくさん。お疲れです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。